復活祭、復活祭、復活祭は十字架にかけられて死んだイエス・キリストが3日目に復活したことを記念、記憶するキリスト教において最も重要な祭り。多くの教会で特別な礼拝、天礼、法神礼が行われるほか、様々な習慣、習俗、行事がある。聖教会ではギリシャ語からパス派とも呼ぶ。カトリック教会では 復活の手術とも呼ばれ、聖功会、プロテスタントなどでは、復活日、復活、日や、英語から、イースターとも呼ぶ。復活説、復活説は、正方教会において復活祭からの一定期間を、指す用法のほか、プロテスタントの一部で復活祭、復活日当日を指す用法がある。基本的に、春分の日の後の最初の満月の次の日曜日に、祝われるため、 年によって日付が変わる移動祝日である。日付は変わるものの必ず日曜日に祝われる。キリスト教が優勢な国においてはその翌日の月曜日も休日にされていることがある。欧州における主要株式再建市場は復活祭の前の正金曜日、復活最後の月曜日に休場する。東方教会と西方協会とでは 日付の算定方法が異なるため、日付が異なる年の方が多い。復活祭は移動祝日であり、もともと退院歴に従って決められた日であったため、年によって太陽歴での日付が変わる。グレゴリオ歴を用いる、正方教会では3月22日から4月25日の間のいずれかの日曜日、東方教会ではグレゴリオ歴の4月4日から5月8日の間の いずれかの日曜日に祝われる。復活祭を祝う日付をいつにするかについては、古代に論争を経て、325年の第1、2回屋公会議で統一されるに至ったが、16世紀に、正法教会において、グレゴリオ歴が採用されてから、正教会と正法教会で、日付が異なるという現象が起きるようになり、議論が続いている。英語、ドイツ語、 ポーランド語等以外の多くのヨーロッパ諸言語における復活祭という言葉は古典ギリシャ語再建音パスカ、現代ギリシャ語転写パス派に由来しており、その言葉も元をたどればアラム語のパス派で、これはユダヤ教の杉越の祭りを表すペサ派というヘブライ語の言葉から来ている。つまりキリスト教の復活祭が旧約時代の 過ぎ越しの祭りをひながたとしたいわい日であることを示している。ギリシャ正教会で復活大祭をパス派と呼ぶのはもちろんのこと、ロシア正教会、ロシア語でも復活大祭はヘブライ語、ギリシャ語起源のパス派と呼ばれ、日本正教会でも復活大祭をパス派と呼ぶ。カトリック教会においてもイタリアなどのラテン系の国ではパスカの故障が 一般的である。エーデナイオスやテルトゥリアヌスは、パスハを、ギリシャ語の動詞、苦しむ、に関連づけ、イエス・キリストの受難と結びつけて解釈したが、この誤りは彼らが、ヘブライ語を知らなかったため生じた。アウグスティヌスはその後原説明の誤りを正した。復活祭を表す英語、イースターは、ゲルマン神話の春の女神、エオストレの名前。 あるいはゲルマン人の用いた春の月名、エオストレモナトに由来しているとも言われる。8世紀の教会史やベーガ・ベネラビリスがこれに言及し、ゲルマン人がエオストレモナトに春の到来を祝う祭りを行っていたことを記録している。ただしこの説も確実ではない。復活祭、復活大祭、復活日は、教会歴において移動祭日と呼ばれ、移動祝祭,祭日もしくは、 移動祝日とも、最も重要な祭り、祝日と位置づけられるとともに、復活祭によって、教会歴における他の移動祭日、移動祝祭,祭日、移動祝日が決められる。聖教会、カトリック教会、聖公会、ルーテル教会においては、復活祭、復活大祭、復活日の前に40日間のおとき、始順節がある。しかしおとき、始節の、 四十日間の開始日や数え方は、教会、教派ごとに違いがある。聖教会においては、大時、大物意味は、復活祭の七週前の手術である、段落の手術、シャツミの手術の日没後から始まり、聖枝祭り前日の、ラザリのスボタ、ラザロの土曜日の前日金曜日に一応区切りを迎える。ラザリのスボタ、聖枝祭りを経て、 受難週がある。それぞれの日を、聖大月曜日、聖大火曜日、聖大水曜日、聖大木曜日、聖大金曜日、聖大坪田と呼び、毎日特別の礼拝を行い、イエスのエルサレム入場から受難を経て復活するまでの、それぞれの日を型通り記憶する。大時期間中には、祈りと食事の節制が行われ、喜びと浄化の時とされる。カトリック教会。 聖公会、ルーテル教会などの聖功教会では、始巡説は、灰の水曜日に始まる。カトリック教会では、主の晩餐、聖木曜日の夕べのミサの前までを始巡説とするが、聖公会、ルーテル教会では復活祭前日までを始巡説と、する。なお、日本聖公会でも始巡説を、大時と呼ぶが、読みは、大祭である。大祭説とも言う。 復活祭前の一週間は、聖週間、十難週等と呼ばれ、教会歴の中で非常に重要な位置を占めている。復活祭前の日曜日は、枝の手術、復活前手術、シュロの手術などと呼ばれ、重要な手術の一つとされている。ルーテル教会以外のプロテスタント、改革派教会、メソジスト、バプテストなど、他にも、同様に、市純説を守る教会があるが、 題して現代のプロテスタントには、市巡説をはじめとする教会歴あまりこだわらない傾向がある。他方、プロテスタント内でも市巡説の意義を見直そうとする意見もある。教会歴の区切りは日没頃にある。従って、教会における復活祭の当日は、一般の暦で言う前日版から始まる。正教会における復活大祭当日における、 方針礼は、一般の暦でいう前夜に始まり、夜半化、草化、一時化、生態礼儀と続けて行われる。夜半化と早化の間には十事業が行われる。夜半化、草化、一時化は、構造が通常のものと若干異なる上に、普段は図教される部分も英体によって歌われる、成果となる。これらの方針礼の際、ハリストス復活。実に復活。 という挨拶が繰り返し交わされ、パス派の三詩が繰り返し歌われる。またこの祈祷の最中に、復活の生命を象徴する、赤く染められた卵が、聖祈予しされて三頭者に配られる。カトリック教会では、キリストの受難と復活からなる、杉越の聖なる三日間は、全天霊歴年の頂点と位置づけられ、復活の祭日は、天霊歴年の中で最高位を占める主術であると、 位置付けられる。杉越の聖なる三日間は、始まりを、主の晩餐の夕べのみさとし、中心は、復活徹夜祭であり、終わりは、復活の手術の晩の祈りとしている。復活徹夜祭は、夜から明け方にかけて行われるよう定められている。この日、イースターエッグが配られる。また、毎年、教皇から復活祭のメッセージが発表される。聖公会では、 復活日の生産式が行われ、イースターエッグが配られる。プロテスタントにおいては、教会歴にあまりこだわらない場合もあるなど、内実の多様性から一概に言えない。しかし、特別に復活日、復活祭を祝う礼拝を行い、正教会、カトリック教会、正公会と同様、イースターエッグが配られる場合もある。復活祭から始まる期間が、復活説、 復活説、カトリック教会、聖公会、ルーテル教会の用語、復活再期復活再期聖教会の用語であり、ペンテコステ、聖霊降臨の日まで7週間続く。それぞれの教会の教会歴において、読まれるべき聖書の箇所や、特別に行われる、礼拝、天礼、法神礼が定められている。聖教会においては、復活再期には、ハリストス復活。 実に復活。との挨拶が、信者間で交わされる。復活大祭からの一週間は、巧妙週間と呼ばれる。この一週間には際、食品の制限をはじめとする精進は行われず、この一週間に、方針令が行われる場合はすべて復活大祭と、同様の形式で行われる。巧妙週間は、復活大祭翌手術、翌日曜日である。 聖死とホマの手術とも呼ばれるアンティバス派、大横施設まで続く。カトリック教会においては、復活節の最初の8日間を、主の復活の8日間と呼び、この期間内には、手術、日曜日ではない平日でも、主の祭日のように祝われる。なおプロテスタントの一部では、復活祭、復活日当日を、復活節と呼ぶこともある。日本では、 復活祭、おめでとう、ございます。ハッピーイースター、ハッピーイースターなどが使われる。英語の、ハッピーイースター、以外に、ロシア語の、フリーストスバスクリエース、キリストは復活したに対して、バイストゥヌバスクリエース、誠に復活したと答える習慣が、世界的には、比較的広く知られていい。西方協会と東方教会では、 伝統的に、四純節及び大時の期間中禁じられていた、肉、乳製品、卵、東方協会では、魚肉も、が、復活祭の日に、初めて解禁になるため、復活祭の生産の食卓にはこれらの、動物性食品が並ぶ。また、卵、バター、乳などをふんだんに使った、復活祭独特の菓子パンやケーキが作られる。課金を買っている家庭では、 四純節及び大時の期間中に生まれたために食べられずに溜まっていた卵をまとめて消費するという理由もある。ドイツではという円形のパンを食べる。パン生地をうさぎの形に成形するとオスターハーゼとなる。スイスのドイツ語圏のオスターフラーデンはアーモンドとレーズンのタルトである。イタリアの復活祭の伝統料理は地方によって異なるが主催には子羊が好まれる。 最も有名な食品は、コロンバ・パスクワーレ、復活祭のハトという、ハトをかたどった菓子パンであろう。パン生地に卵を殻ごと入れて焼いた、クッドゥーラやプットリーケというパンを作る地域も多い。シチリア島では、ペコレッテと呼ばれる、マルチパンでできた小羊が食べられる。復活祭の翌日の月曜日は、パスクエッタ、パスキタ、小復活祭の意と呼ばれる祝日で、 古外でピクニックをする日となっている。ギリシア神話の神々の信仰が盛んだったシチリアでは、復活祭の伝統行事の中に、死から蘇るキリストとハーデースから帰還する、ペルセポネーの集合と、デーメーテールやアドーニス信仰の名残が見られる。スウェーデンでは、ゆで卵を、ニシンのスズ毛やアンチョビなどと供する。主催は家庭によって、子羊の足、または、 鮭が供される。フィンランドでは、東方教会の影響下にあったカレリアではパス派を、その他の地域では、マンミ、マミーというライムニコとハイトーミツのプディングを食べる。アイスランドでは、ーニ肉、またはマトンの燻製と、米、または大麦のミルクプディングを食べる習慣があった。ポーランドの復活祭の生産には、ゆで卵、ソーセージ、血飲み豚のロースト、ハム、 おろした、西洋わさびなどが並ぶ。デザートにはヤクグロフに煮たを食べる。赤毛屋には、朝食に、ゆで卵、昼食に、卵とハム、または、塩漬け豚肉、夕食には、オムレツか、フラン、パンケーキにメープルシロップか、メープルシュガーをつけて食べる習慣があった。イースターエッグ、または復活祭の卵とは、復活祭に出される。 彩色や装飾を施されたゆで卵である。卵は、大時、四純切に節制される食品である。ただしこうした断食、接触の習慣は、西方教会では大幅に簡略化されるかもしくは、消滅している。卵が使われる意義については、見た目には動かない卵から、新しい生命が生まれ出ることから、死と復活を象徴しているとされる。 赤く染められることが多いが、その赤い色は十字架上で流された、キリストの地の色と、地は生命を表すことから、レビキ十七時十一分復活の喜びを表すと、される。ウクライナには表面に模様を描いていくプイーサンカと呼ばれる、復活祭の卵がある。ルーマニアには、卵の表面をビーズで装飾する、復活祭の卵がある。国や地域によっては、 復活祭の際に庭や室内のあちこちに隠して子供たちに探させるといった遊びも行われる。また、上記のイースターエッグの探し物遊びにちなんでソフトウェアの中に開発者が紛れ込ませたメッセージ、開発チームスタッフへの謝辞やスタッフロールのこともイースターへと呼ばれる。この習慣の起源については様々な説がある。教会の伝承の一つとして マグダラのマリアがキリストの復活を知らせるためにローマ皇帝に越見した際赤い卵を献上したことに由来するというものがある。他方、その由来を春の到来を祝う意教に求める見解もある。ただしこの見解をとる教会においても常実の意義づけは同様である。卵の染め方、柄には書き画像に挙げている書類の他にも様々なものがあり、 各国、各地域内でも多様である。常日のイースターエッグは、東方教会、西方教会を問わない古くからの習慣であるが、イースターバニー、復活祭のうさぎは、西欧、西方教会のみの習慣であり、16世紀から17世紀にかけて定着したものである、起源を15世紀、定着の始まりを19世紀とするものもいる。英語圏やドイツでは、 ウサギをかたどったチョコレートが作られる。ウサギは多産なので法上の象徴であるとされる。日本ではキリスト教徒が少なく馴染みが薄い行事だが2010年代に入ってからイースター復活祭の要素を取り入れたイベントの開催や商品展開が各業界でも作され始めている。東京ディズニーランドでは 毎年4月から6月期のイベントとして2010年からディズニー・イースター・ワンダーランド2014年よりディズニー・イースターに会場を開催、またユニバーサル・スタジオ・ジャパン・ USJ でも2013年よりユニバーサル・イースター・セレブレーションを開催している。さらにテーマパークのイベント以外でも2011年よりイースター限定商品を展開している。 サーティワンアイスクリームのほか、2015年時点でイースター商戦に力を入れる百貨店や歌手メーカーができているなど、イースターはクリスマスやバレンタインデー、ハロウィンに続く第四のイベントとして注目を集めている。日本がキリスト教国ではないということもあり、これらのイベントと同様に宗教的色彩は大幅に薄められている。しかし、 10月31日という季節イベントの少ない時期に行われる商売換算期のハロウィンなどと比べると、イースターはちょうど桜、ソメイヨシノの花見、卒業、入学、乾燥迎会シーズンにあたり、それらに合わせて既存の商業イベントも集中するため、イースター商戦が入り込む余地がないことに加え、前述の3つのイベントにはない日付が毎年変動するという要素もあり、 イースターイベントが日本では定着しない一員となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。